朝原六郎は、日本の小説家、作詞家、廃人、大学教授。代表作は、ある自殺階級者英知子との交渉、根結寺寺寺王寺など。同様、てるてる坊主の作詞者、朝原鏡村としても知られる。1982年昭和57年月27日てるてる、テルテル坊主の館、朝原六郎文学記念館が竣工 同年6月1日に開館となった。館内には、朝原六郎の蔵書、ノートに書かれた、青春日記、交友ううのあった作家たちの書簡及び、写真、自筆の書や筆記用具なども展示されている。また、隣接する池田町文化財資料館にも、町ゆかりの文学者として紹介されており、長野県池田町を代表する文学者である。 てるてる坊主の館、朝原六郎文学記念館てるてる坊主の館、朝原六郎文学記念館また、町役場の屋上で鳴らされていたサイレンも、てるてる坊主のメロディーに変わった。長野県北安住郡池田町村の酒造業、飯田屋の四、男として生まれる。父の次郎が牧師をしていた福島県岩木郡、平町へ移る。1919 19年早稲田大学英文化卒。 実業の日本社に入社。1928年に退社し、作家に専念する。1930年、新興芸術派クラブの結成に参加、モダニズム文学の作家として活躍。後ちくのとよひこと、新社会派を称する。その後、通俗小説、少年読み物を書く。1934年日本大学芸術学部講師、後教授。 1968年帝京大学文学部教授、テルテルボーズなどの動揺を浅原鏡村の名で作詞した。また、大正末期から昭和の初めにかけて、プロレタリア文学の台頭に反対する、新行芸術派の有力な働き手として、モダニズム文学運動の一翼を担った。晩年は、横光リーチの勧めで、俳句も始め、人間俳句を提唱。 俳句と人間の会を主催した。1977年、長野県軽井沢町の病院で、脳血栓で死去。てるてる坊主の館、朝原六郎文学記念館項目、著書は、朝原六郎選手第3巻の主要著作年譜の1930年までしか、追記できておりませんので、以降の追記をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。